天野屋利平、天野屋利平、天野屋利平、漢文元年、1661年教皇18年8月6日、1733年9月13日は、江戸時代の大阪の商人、名は直行阿赤穂事件を題材にした、中心蔵の物語において、赤穂浪士の吉良テ打ち入りを支援をした、偽証として知られているが、実在の天野屋利平は、 赤コ藩や老子と関係のない人物である。李平は、玄禄時代に、熊本藩細川家と岡山藩池田家の大阪屋敷に出入りしていた、大阪の商人、海鮮丼屋である。天野屋は市安京、現在の大手橋付近に、間口28メートル、奥行き25メートルの門屋敷を構える、大棚であった。玄読三年、1690年の、 平野町終始改め町によれば、北組総都市寄りとなっている。また元六七年、全六百九十四年には、天野屋の投資の賞である黒兵衛を襲わしており、これ以降は、天野屋黒兵衛になった。元六八年、全六百九十五年になると遠慮、申し渡されており、この時に総都市寄りも解任されたようだ。後に、松永土彩と称した。あ、法十八年。 1733年8月6日に死去した。去年73、京都の今陽産地蔵院、椿寺に墓がある。赤穂浪士のキラテ打ち入り後、かなり早い時点から、天野屋は、赤穂義士に武器を支援した、義将として英雄化された。打ち入り直後に書かれた加賀藩前武家臣、杉本義親の、赤穂昌秀樹において、大阪の商人、天野屋二郎左衛門。 赤を義師たちのために、槍二十本作った角で捕獲され、打ち入り後に自白したなどと書かれている。赤を老子切腹から六年後の法永六年、1709年に、津山藩士、小川忠衛門によって書かれた、中世五感読ある説にも、大阪の総都市寄りの天野屋治兵衛が、槍数十本を作って町奉行、松野川内守助により捕獲され、 使用目的を自白させるために拷問にかけられたが、答えずに、打ち入りが成功した後に、ようやく自白したなどと書かれている。その後これを起源として各所に伝播していき、官営元年、1748年初演の、奏で本中心蔵の中にもこの話が採用された、ため、定説化したと考えられる。奏で本中心蔵では十段目に、堺の商人、 天川や義兵、天川や義兵。野号は、天河や、名は、吉平友、が登場する。天川や義兵は、自らが商人として成功したのは、塩谷、縁や家の引き立てによるものと恩義を感じている、人物であった。彼は長人であるために、討ち入りに同行できないものの、ゆらの助たちのために依頼された武器の調達をするととに、決意を固める。そのためには、ミや、 家族の犠牲も厭わず、秘密を守るために奉公人には暇を出し、妻は離縁する。天川屋に押しかけた役人たちは、義兵の一人息子を人質に取り、子供の喉元に歯を突きつけて、義兵に長持ちの中身を自白させようとするが、義兵は長持ちの上にどっかと座り込み取り調べを拒否、さらには自ら子供に手をかけようとすらする。この際、天川屋の義兵は男でござるぞ。 子にほだされ、存ぜぬことを存じたとは申さぬというセリフを回す。金本中心蔵十段目そのものの話の筋は、評価が低く、上演されることも稀である。しかし、一階の商人、芝居の観客たちに、最も近い存在でありながら、武士に引けを取らぬ疑心を表し、内入りの功労者、中義者として描かれた、天賀谷は、男でござるのセリフと共に庶民に愛された。 近代の中心蔵ブームを経引した老曲や、講談でもシチュエーションを変えながら、男でござるのセリフが、モデルとされた、天野屋理兵の名で語られることとなった。天野屋四代目の当主は、延距年間、1744年から1748年、に菩提寺である住吉の竜海寺に四十七市の墓を、根竜、十一体、義志と浅野匠と、茅野の三平、 天野や利平の木造と道を寄進してした。龍海寺は、明治期に廃寺となり、一雲寺、大阪市住吉区住吉二丁目に多い市親子と、寺坂の墓三基が移されて残る。木造は、祖宝家の手を経て、茶臼山観音寺に移されたが、第二次世界大戦の戦災で消失した。赤老子の墓地がある、東京都港区の千学寺には、偽章。 天野や利平夫妃という石碑が混流されている。これは明治2年1869年に供養墓として作られたもので、義子の行動を天皇に対する、ただたかと読み替えようとする風潮の中で建てられたものである。また近代には中心蔵ブームと共に千学寺にある義子の墓のレプリカを作る動きが見られが、その中には、 仙学寺の義志墓に向かう山道入り口付近に立つ、天野や利平夫とをももしているものがある。福岡県福津市にある新仙学寺、北九州市八幡西区の花尾山にある赤穂浪市の墓、福岡市南区の京州寺にある四十七市の墓、北海道砂川市の北仙学寺の赤穂浪市墓所などがその例である。仙学寺には千八百八十年、明治十三年に、 入江長八によって作られた漆喰作りの天野屋、利平像があり、港区の有形文化財に指定されている。1935年、昭和10年に設立された京都市山品区の大石、神社には、抹社として、天野屋利平を祀る、儀神社がある。1939年、昭和14年には、利平の屋敷があった、場所近く、 大阪西町部業者は土地の若宮稲荷神社。なお、阿公事件当時に西町部業者は別の場所にあったに、義教、天野屋利平の日てられた。実業家、政治家の藤原銀次郎が関西財界に呼びかけたもので、大事の記号は、この絵踏みによる。林学者の江崎正忠はこれに合わせ、1940年、昭和15年に天野屋利平伝出版し、 藤原が女を寄せた。江崎の著は、従来の様々な作品を総合したもので、歴史的に確実な資料に欠けているとしながらも、利害特質を度外して、信用と約束を守った商人として、利守るを検証し、実業界の模範に示そうとするものである。儀境、天野や利平の碑背面には、来春水戦の天野や利平伝が漢文で、記されている、碑文の記号は、 小倉正常によるものが、戦後は、忠敬専用が GHQ によって否定される中で、利面被分中央部は削除された。この石踏みは1965年に、東横堀川沿いの現在地、大手橋と本町橋の中間に移転した。後藤昭一は、北組総都市寄りを務めていた、実在の天野や利平の自席や、老子の武器調達などについて論証し、 偽証・天野屋利平は架空の人物と論じた。湯川俊夫、大阪府立大学大阪検定客員研究員は、利平の子孫が、儀士検証に乗り出すことを示しつつ、偽証・天野屋利平を、虚から身になった人物と評している。中心蔵の物語と共に、偽証・天野屋利平の物語があるすると、そのモデルに関する主張も行われるようになった。 湯川俊夫は、天野や利兵、綿谷善衛門、天川や利兵を挙げ、天や利兵は三人いたとしている。京都の御副将で、阿光藩御養生人であった、綿谷善衛門公寺、青年副将宝永五年、千七百八年は、実際に、阿光老子を支援した人物である。辞邸に、貝賀友信を住まわせているほか、大高忠夫に資金を貸した記録がある。 京都市下京区寺町通り、四条下がるの小工事には、大石義雄の母、池田熊子と、渡谷善衛門の墓があるが、同時門前には、渡谷善衛門工事、天野屋利平への墓があるとする案内板と、天野屋利平は、男で、ご座る、阿公義手を陰で支える天野屋利平墓所の地と記す、石碑がある。大阪。 内淡路町で代々町年寄りを務める商人であった天川屋、利平、漢文元年、1661年京宝三年、1718年,17年についても、天野屋利平のモデルという主張があるが、赤黄藩、赤黄老子ともに関係を持っていない。大阪市中央区中寺一丁目の役を院には、天川屋利平とその一族の墓がある。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。